どうも、トモハッピーです。いつもご視聴ありがとうございます。今日やっていくのはハレルヤトーナメントセンター大阪、久々に来てみたショップ紹介&店長トーク動画。はい、グタグタ。ちょっとね、寝起きでね、声が出てないんですけど、あと天の声、天の声、ジーコです。久々です。はい、傭兵です。傭兵。はい、ということでね、マジックザザリング専門店ハレリアの西の旗艦店フラッグショップハレリアトーナメントセンター大阪に久々に来ましたというね、はい、ことなんですけども、この動画の目的はなんだっけ、なんて言ってた、店長さんとお話しするって言ってましたね。それは内容だな。あ、ごめんなさい。この動画の目的はですね、このハレリアトーナメントセンター大阪、通称ハレリア TC 大阪、すごくいい店なんで、最近のね、視聴者の方にもお店したい、紹介したいっていうことと、僕が久々に見て、あとは店長と話して、今後のね、この店をもっとパワーアップさせるヒントを得に来ましたっていうね、はい、仕事を追う動画みたいな感じもあります。はい、ということで早速行っちゃいましょう。はい、店久々に見ていきます。ここね、まあ、ちょっと後々話すことにもつながるんだけど、このハレルヤ TC 大阪は非常にね、面白い構図になってまして、ブリーゼブリーゼさんっていう JR 大阪駅、梅田駅から地下通路で直結で歩いていけるね、ブリーゼブリーゼさんっていう商業施設、その中のこの大きい区画とこの大きい区画借りてるんですよね。なんでめちゃくちゃ広いです。ただその分選択肢が豊富です。テクニカルなわけですね。はい、でメインエリア、メインの売り場とメインのプレイスペースがある方から見ていきます。ここね、共用部を活用してね、共用部ギリギリまでショーケースがあって、かなりショーケースの面数があるんですよ。マスでいうと 1,2,3,4,5,6 マス。ここは黒、赤、緑のカードが並んでて、綺麗に並んでますね。いろいろある。そしてここぐるっと至高の一品ニアミントカード、ご注文はこちら。はい、まあ、ハレリア特有のね、基本的な状態いいカードの品揃えのボリュームゾーンは PC で頼んでくださいねっていうポップが貼ってあったり、あと最新のモダンホライゾン3、ちょっと最新じゃないんだけど、今厳密には純最新なんだけど、大注目商品のモダンホライゾン3がシングルが並んでたりね。あ、でもこれは日本ディスプレイですね。このニアミントカードを注文こっちからしてねっていう、スマホとか PC でしてねっていう日本として並んでるようです。でここは古いカードですね。はい、めちゃめちゃ古いやつ、初期のやつです。いや、すごいいっぱいありますね、カードがね。おー、無のロット何枚だ、11枚もある。再録されてなくてね、かなり高額になってますね。超強力なアーティファクト対策のカードです。で他にもカードがね、びっしりいろいろとございます。でその裏がサプライ品、ずらっとマジックの漫画まで売ってますね。全ての人類を破壊する、それらは再生できない、途中から終えてない、8巻9巻ぐらいまでしか終えてない、楽しみ、どうなってるんだろう続き。やっぱ紙がいいよな、電子で読んじゃうな、ついつい。すごいね、ドラゴンシールドの量やばいね、多分日本で一番あるんじゃないかな。ドラゴンマジック・ザ・ギャザリング専門店なのに、ドラゴンシールドのフレッシュ&ブラッドコラボスリーブまで置いてる。すごい、ドラゴンシールドの品揃えじゃどこにも負けないような、なんか飛躍を感じますね。これはリッチだね、売り場から来る、こうできることですね。売り場面積がすごいあるんで、いろいろ置けてるっていう感じがします。でこの裏もショーケースですね。側面もびっしりカードが並んでますと。超有名なブラックロータスをはじめとするね、高額品がたくさん並んでます。でその横には自販機も2面、普通のパックの自販機と TC 大阪4周年記念オリパ、4周年です、ありがとうございます。4周年か、ここ出すときね、確か動画でやってるんだよね、すごいの出しますみたいな、すごいの出ましたみたいな。結構ね、店がその時に比べて洗練されてる感じで嬉しいです。
生みの親ですからね、やっぱり一番輝く姿、そしてマジックプレイヤーの皆さんだったりね、カードゲーム業界の皆さんにより喜ばれる存在になってほしいと思って、今後の参考にするだけじゃなくて、なんか店が良くなっててときめいてますね、非常にね。この店生まれた瞬間俺熱心にやってたそうみたいな。まあでももうその時には結構ね、頼もしい人たちが増えて、スタッフが、まあ、そこまで僕が直接こう苦労したっていうか、現場で汗流して棚作って準備したってことはなかったんだけど、さあここは光ってるカードですね。なんか今もう使ってないタイプのショーケースです。ちょっと横幅がでかくて当時の仕様って感じですね。でも立派ですね、ショーケースね。このショーケースを貼れりゃこだわってます。結構高いんだけど綺麗にカードを見せれる。収納力もそんな高くないのよこのケース。普通のガラスのハイケースを横とか奥とか、あと中で段作ってとかいっぱい入れた方がカードも重なるし、保険料は多いんだけど、カードがねやっぱ 2D じゃんカードって、はい、こうまっすぐ見せたいんだよねお客さんにね、はいはい、なんかアートが、特にマジックはアートが素晴らしいから、まっすぐ見せたくて、もう全部これなのよ、じゃあ。おー、なるほど。そこにこだわりがあるんですね。こだわりがあるのよ。ただ、まあ、ハイケースはハイケースで高いんだけどね。でもこれの、もうちょっと安いやつはあの、襖みたいな、まっすぐ襖見たことない、なんか、こうなってるのさ、本屋さんの改造されたカード売り場とかでさ、うんうんうん、襖型っていうのもあるんだけど、はい、あれ安いんだけど、こう開けるだけ、はいはいはい、でもなんか下段が見づらいんだよね、今度、まっすぐこう見ないといけないんだけど。あ、確かに。リュックとか背負ってるとお客さん通れなくなって、ってことでこの斜め、下段斜めみたいなのも、なまあできないときはできないんだけど、基本はやってますっていう感じで。こちらすごい、ね、サプライマジで充実してるねこの店。ハレリアのトーナメントセンター東京よりこっちの方が充実してる。素晴らしいな、これは。こんだけあったらなんかお気に入りのやつ見つかりやすいもんね。すごいのはなんか公式の絵柄スリーブみたいなのも近年増えてて、めちゃくちゃありますよ。専門店だとね、やっぱこれも他店さんやっぱり人気でこうすぐ売れちゃうやつ、余っちゃうやつあるから、他店さん結構扱いづらさもあると思うんだけどね、やっぱり最大の専門店としてはこんぐらい揃ってるといいよね。でレジ前のパックもねいっぱいあったり、裏にも商品並んでますね。でレジ横もねこうショーケースが置いてあって、でちょっと中見えちゃうから、スタッフも緊張感を持って、より緊張感を持って働けそうな感じですね。でこの売り場の奥がすごいのよ、事故。いや、やばいですよね。これ、ほんとすごいです。メインのプレイスペース、各種大型大会とかが行われる。びっくりしましたもん。さっきちょっと思ったのは、なんかこの柱にさ、ハレルヤってさ、書いてあったらさ、なんか写真撮ってくれた時に映えるなとか。確かに。中でなんかこのプレイスペースすげーって言って撮る時にさ、あとフィーチャーマッチの写真、こう注目の対戦席なんだけど、はい、こう撮るときとかに写ったらなんか SNS 上良さそうじゃない。店の外にはすげえハレルヤって書いてあるんだよね、はい、で、ここね、注文用 PC とかあって、これでめちゃくちゃいろんなカードがね、あの手軽に調べてすぐ注文いただいて買えますと。店長、お疲れ様です。お疲れ様です。あとでちょっと話聞かせてください、はい、はい、また後ほど登場します。佐藤店長です、よろしくお願いします。はい、注文 PC がね、プレイスペース側面にもあって、で、なんかいろいろありますね。おお、TC 大阪でも計作業やってんだ今、知らなかったです。いわゆる日雇い日払いでこう勤務していただけるようなシステムを、はい、自社だけでやってるっていう、自社この現場だけで、はい、まあ、とにかくね、広くて快適で毎日いろんな大会やってます。で、毎日ね、全部のハレルヤそうなんだけど、毎日無料体験会もやってるんで、ぜひね、あのチェックしてお越しになってください。マジックしたことない人も歓迎です。プラッとね、来るだけ来てもこういう場所あるんだって面白いと思うんで、ぜひ気軽にいらっしゃってください。さあ、なんか離れのエリアといいますか、 B エリアといいますか、通路挟んでこっち側のゾーン見ていきます。おお、なんかこっちにもショーケース入ったんだな。いつ入ったんだろう、本当に久々に来ました。プラッとね、新幹線乗る前に立ち寄ったりとかあったんだけど、じっくり見るのはもう2年以上ぶりなのよ。だいぶぶりですね。だいぶぶり。レイアウトの、これ初期レイアウトと違ってて、レイアウトの変更自体はまだ俺がいる時に決めたんだけど、すごいな、このカードが。オールドフォイルコーナー、
アドクレーンが2台に増えてる。ちょっとね、遊んでもらえるような感じですね。もともとあった3台目のパック自販機が、これはオリパが入ってて、こっちに移ったみたいです。なんかいろいろ場所変わってて面白い。おーおーおー、30円均一ストレージ、いろいろ増えてますね。何が入ってるかな。結構なんか昔大活躍したレアとか。すげえすげえ、集団強制パワーカード、珍しいプロモも入ってる。この30円面白いな。店側も楽だよね、放り込むだけっていうか。神話レア、なんか思い出のカード見つかるまで見たくなっちゃうな。比較的新しいカードが多いかな。おお、韓国語のレア入ってるぞ。おお、探検、普通にデッキ用に欲しい人いそう。え、何これ、やばくない？ザ・ダークの古文なんだけど。え、1994年に出たカード30円で売ってていいのかしら。安いですね。そんな価値あるカードではないんだけど、間違いなく。お、なんかいいな、味するな。栄光をもたらすもの、これ30円。おい、やばいよ、大活躍したよ。ピーク1500円とかしたんじゃないかな。そんなしたんですか。めちゃめちゃ強い。簡単に言うと、空から殴りながら敵のモンスターを蹴散らす、はい、ただ敵のモンスター蹴散らすと1回お休みになったりするんだけど、はいはいはい、出してすぐ殴れるし。うわ、傲慢な感じでした。これめちゃめちゃ強いよ。もうエルフを強化しまくりながら生み出しまくるみたいな。毎ターンエルフ仲間呼ぶんだよ、やばいよ。あのね、事故ちょっと止めてくんない、そろそろ。もう時間いくらあっても足んないんだけど、はい、やばいっすね。止めて、止まなくなっちゃいますね。ダメ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 、何しに来たんだよ。思い出のカードを見つかるまで出していこうかなと思ったら、見つかりすぎた。やばいわこれ。これ脳中ハッピーだね、結構。やっぱ裸のカード、もともと状態悪いカードだからこう入れてると思うんだけど、裸のカードをたくさんランダムなやつを触るのっていいよね。なんか引退品開封とかもそうなんだけど。あー、確かに。そっちはね、スリーブに入ってある程度色とかコストで分かれたね、特化品ストレージです。めちゃくちゃいいよね、こんだけ。そのセルフだから安いしさ、こんだけ選べたら。ちなみにどんなの入ってるかっていうと、青の1コストだとこんな感じで入ってて、渦巻く知識100円と、このね、マンフォーク、これいくらだ、赤スリーブ値段なし50円。これ50円だって、結構大活躍した。これで俺1000人以上の大会取ったことあるよ、こいつ入ってるデッキで。へえ、アメリカでね、スペルピアス50円とか。結構実用的なカード、ここでセルフで探すのがいいかな、その使えればいいって人はね。あ、こっちも30円均一あるわ。本当ですね。30円はちなみに、色とかは整理されてないみたいなね、基本。楽しんでくださいっていう、色とか整理されたら50円からっていう。この裏もびっしりですね。うわ、ブロッコリパ、純有料カード詰め合わせ600円。色はバラバラなのかな、どうなんだろう。ちょっと買ってこれと土地カードでデッキ組んで遊ぶのも楽しそうですね、600円だったらね。で、注文用 PC がね、ここに8台使いやすくなります。で、奥がね、プレイスペースなんだけど、ここまずソファーありますね。ちょっと休憩コーナーあるのいいよな、これ。4年も経つのにあまり劣化しないわ、すごっ。快適、快適に休憩できますね。くつろいできたと思うんだけど、で、この奥がね、すごいのこの、なんかいろんなテーブルが置いてあって、このカフェみたいなテーブルとか、これ大人気、4人で遊ぶ、まあ、3人でもいいけど、統率者戦遊ぶ丸テーブルとかね。こっちの奥はまあ普通のテーブルなんだけど、いや、こっちもだいぶ広いですね。広いでしょ、びっくりしました。ビルの形がね、おしゃれなこの円柱型になってるから、はい、ちょっとこう
使いづらさもあるんだけど、結構いい感じじゃない？快適な。向こうもあんだけスペースがあるのに、こっちにもこんなにあるんですね。ここがなんと無料で使い放題です。マジックザギャザリングで遊ぶには無料で使い放題です。でね、ここがね、カード屋の心臓部、肝、どっちかわかんないけど、あの超重要な買取コーナーですね。買取カウンターが1,2,3,4,5,6,7,8 面もあります。そしてマジックザズリング専門店のね、スタッフが専門の装置なんかも使って査定させてもらうんで、マジックの買取だったらこの世でね、最もお待たせしづらい店なんじゃないかなと思います。どうですかね。はい、そうですね、強いですよね。あれと強いですね。早いし、なんかマジックのカード種類多すぎて、本当は値段つくカードなのに、こう買取で値段つかないなんてことが世の中ではたくさんあるんですけど、ここではね、かなり細やかにね、日頃からマジックだけを査定してるスタッフがやるんで、ぜひね、マジックザギャザリングのご不要なカードございましたら、ハリウッドアメセンター大阪、そして他のハリリアだったりネット買取までね、よろしくお願いします。はい、ということでね、久々にハリリア TC 大阪見てきました。いかがだったでしょうか。こちらの方はね、さっきもちょっと登場したんですけど、この店の里広店長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、佐藤ひろとさんって言うんですが、ぜひね、お客さんにも佐藤ひろとして親しまれたいみたいな、そんな感じで、お名前で大丈夫ですか。会社だと、そうとしか言われてないので、はい、会社で全員、佐藤さんでも、ひろとさんでもなく、佐藤ひろさん。あ、そうですね。特に、まあ、社長や副社長は大体。はい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 。彼はですね、3ヶ月前に TC 大阪に配属になった、各店舗でね、すごい結果を残してきてる敏腕店長なんですよ。まあ本人反応しづらいかもしれないけど、ね、で僕あのハレリアの社長やってた時にあんまり接点なくて、ほぼほぼ初めましてみたいな感じで、そうですね、はい、初歩的なことから聞いていきたいんですけども、はい、ハレリアっていつぐらい入社してどんな店で働いてきたのか、あるいはどんな部署で働いてきたのかっていうのをちょっと簡単に聞きたい。僕はあの秋葉原店のスターティングのスタッフなんですよね。おー、あの激戦区で鍛えられたわけですね。うん、あそこからまあ社員になってってことは7年前ぐらい、秋葉原店のと6年5年くらい前かな、うんうん、ぐらいの雰囲気、ね、はい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 。でそこから TC 東京にその本店の方にちょっと移動して、うん、まあ、社員になってからですね、はいはいはい、移動して、そこから吉祥寺店で、まあ、初めて店長をやって、うん、でその後に渋谷店で、まあ、渋谷店を立ち上げて、はい、で今大阪にいるっていう感じ。東京全部ぐるーっと回ってきてるんですけど、うん、多分弊社だと僕だけなんですよ、それが。いや、そんな動いてる人なかなかいないいないですよ、僕の知る限りでも。吉祥寺店っていうのは、吉祥寺ってわかんのかな、みんな動画見てる人。東京の、23区のちょっと左側にある大きな人気の街で、で、駅から徒歩あそこは7分ぐらいですか。そうですね、まあ、10分かからんかなくらいですかね。はい、はい、すごいね、あの地下1階にあるハレリアで、めちゃめちゃこう色がね、ハレリアって言ったら大体白と赤なんだけど、こう黒と茶色みたいな感じのね、その元々の内装を生かしたすごい落ち着く空気感のある、すごいなんかいい店舗ですよね、箱ね。そうですね、おしゃれな感じで。なんだけど結構そのまあ最初の最初で言えば、地下で Wi-Fi もなくて電波が入んない問題とか、はい、僕が来る直前ぐらいまで、はい、そうですね、いろいろ、まあ、あって、その店の快適さ、立派さの割にお客さんが入ってなかったみたいな、なんとかするべくなのか、そのいろんな理由があって、まあ、紆余曲折あって、ね、ちょっと里広行けと、はい、里広店長配属されて、その里広店長が行った後、売り上げが2倍になったみたいなこと聞いたんですよ、俺。あ、合ってます。そうですね、アベレージ2倍くらいで、たまに3倍くらいになったりとかなんですけど、まあ、アベレージ2倍くらい。すごい。あ、もうありとあらゆることをこうやったわけですか。まあそうですね。あとまあ吉祥寺だと本当に、まあ、いろんな思い出があるんですけど、はいはい、お客様にも助けられて、はい、まあ、僕のこの会社で働いてきた中だと多分一番濃い時間だったかもしれないですね、吉祥寺って。あと僕の知らないドラマが吉祥寺
店、里広店長で怒ってたんですね。お客さんたちも一緒に盛り上げてくれたんですね。はい、吉祥寺行って、それでどんぐらい後に渋谷行ってって言われたんですか。1年半くらいかな。ああ、じゃあ結構吉祥寺がっつりやってくれたんですね。そうですね、吉祥寺、まあお店もうリビルドして作ってて、リビルド再建して、はい、もうあのここ僕の城にしたなと思ったらいきなり渋谷行けって言われて、渋谷店のね、立ち上げ店長はそれが初ですよね、つまりね。そうですね。え、どうでした、その時の気持ちとしては。ああ、まあ、ちょっともう少し吉祥寺いたかったんですけども、はい、まあ、立ち上げっていうことで楽しそうだなと思って、ちょっと、うんうんうん、はい、やらさせていただきました。結構ね、この渋谷店っていうのがとても重要で、はい、近いじゃないですか、高田馬場とか秋葉原か、それなりに。近いです。でもまあ東京の人からしたら、まあその両方よく行くよねっていう人も少ないじゃないですか、はい、ババアキャバラ両方よく行くとか、渋谷秋葉原両方よく行くっていう人も少ないんで、こう利用者が結構違う巨大駅に東京の山手線内で3つ目出したらどうなるか、これが行ければまあ池袋とか新宿とか、はい、もっとそこのドミナントを狙っていけるみたいな、今後に向けて結構重要点で、はい、その立ち上げ店長に選ばれるってだけでもすごいんですよね。やっぱだから吉祥寺での活躍で期待され、渋谷に店長頼まれ、でその後どれぐらい経ってここに来たんですか。そうですね、ジャスト半年くらいですね。ジャスト半年くらいで次大阪行けと半年でね、はい、まあ立ち上げよりはね、その立ち上がってる状態でやる方がね、難易度も下がってくるんで、まあ、まあ、そこはもうちょっと他の人にして大阪頼むよって言われたわけですね、はい、ちょっと 早いですね。早いですね、目まぐるしく渋谷もね、なんか結構便利な駅でね、はい、その比較的コンパクトめ、比較的コンパクトめなハレリアだけど、あの渋谷にあることでやっぱ皆さん便利かなと思いつつも、まだちょっとなんか渋谷にあるっていう認知が多分ちょっと弱いのかなっていう人もあって、まあ、若干分かりづらいところにあるといえばそうなんですけど、まあ、全然近いんですよね。山手線から5分くらいでホームから来れるので、まあ、1回来ていただいたら、あとはもう特に買取カウンターとか使っていただければって感じはしますね。渋谷は明治通りっていうめちゃめちゃ東京の中でも屈指のメジャーな通り沿いにありますからね、はい、あのイニシエのトーナメントセンターとかね、はい、フォーラムさんっていう有名店が昔あったあった側っていうか、そっち側ですよね。なんかうちの社長の通学路だったみたいな話を聞きました。それはなんかちょっと小ネタで面白いですね。なんでね、あの渋谷店もこう里広店長が立ち上げやってくれて、はい、まあ、今後ね、どん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 やっぱり便利な場所なんで、お客さんが増えて喜ばれる場所にさらにさらになっていくのかなっていうイメージですよね。はい、で、大阪来たのは3ヶ月前。3ヶ月前です。ジャストで3ヶ月ぐらいですね。はい、率直にこの店どんな感想を持ってます今のところ。そうですね、やっぱり僕としては、はい、まあ、元々秋葉原とか馬場は TC 東京みたいな大きなお店にいたんですよ、うんうん、でまた大きなお店に戻ってきて、やっぱりトップ3の店ですよね、はい、その3つがね、大阪含めて喜ばれがいがあるなと思いますね、うん、いろいろ商品準備してたりすると、うん、すぐお客様にまあ注文していただけたりするので、うん、あとやっぱりなんでしょうね、秋葉原って結構トムハッピーはご存知かもしれないですけど、はい、もうとにかく売り買いのお店で、そうですね、プレイエリアそんなに大きくないんですけど、はい、まあ、ここは本当に広大でかなりバランスがいいですよね、うん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 、大会強いし、はい、売り買いできますし、うん、みたいな感じで、実は TC 東京は休日があまりにもお客さんが来すぎるせいで振り返りできなかったりとかするんですけど、そういうのもなく、まあ、関西のそうですね、もう皆さんが遊んでいただける、いい意味で中央で大きな店っていうふうに感じてますね、うんうんうん、マジック・ザ・ギャザリングのあらゆるお客さんのあらゆるニーズに応えれる感はありますよね、はい、反面ちょっとまだその箱としては大きすぎるっていうか、ちょっと余裕があるというか、使われてないプレイスペースがあったりとかっていうのはちょっともったいなさを感じますよね、はい、なんか今日ここに来た理由でもあるんですけど、はい、なんかハレリア TC 大阪って2エリア借りてるじゃないですか、はい、大きく分けて、でこの2エリアをその縮小するか検討みたいな感じがたまに出るんですよ、うん、で今のところはあの僕がその、まあ、結構重要なところなんで、はい、こうオーナーとして
力強くそのダウンムードになることはしたくないみたいな、はい、西日本の全部のこうマジックね、まあ、西日本というかヒートは全国 の, そのマジックのアレリアの視点とか、はい、そう通販の影響こうマジックコミュニティの皆さんにとって結構ここ縮小ネガティブになるからその方が瞬間的な利回りは、ね、家賃も結構高額なんで瞬間的な利回り良くなるのは分かるけどそれよりもなんか本腰入れてさらに飛躍させようよこの店っていうことを言ってて、はい、机上の空論かもしれないけどもプレイスペースが全部埋まることはないじゃないですか現状多分300席中埋まって200とかじゃないですか、まあ、そうですねただまあ先月とかは、はい、もうここ2年で一番お客さんお越しいただいててイベントにですね、はいまあ、がっつり埋まったりとかもしてたんであがっつり埋まったのあったんですよ最近、はい、それは明るいニュースです、はい、先月全ての数字が良かったので、まあ、発売時期っていうのもあるんですけど里広効果も早速出てるかもしれないですけど最初とかは頑張っていただいて、はい、はい、なんかプレイスペースが結構その稼働率が低い、はい、そこの家賃がもったいないっていう要素があるんで、はい、まあ非常の空論かもしれないけど、はい、例えばその売り場今ね膨大な商品がレイアウトされてるのを見たんですけどさらにこうプレイスペース例えば2割削って、はい、売り場をその分拡張してとか、はい、なんか2エリアにスタッフが配置されてるのをこう1エリアだけにスタッフが稼働するようにして、うん、離れは全部プレイスペースにするとか、うん、なんかそういうもっとそのハード面でベターにしてこう改革を狙えないかなみたいなもちろん在庫置き場が増えたら、うん、商品陳列が増えたら在庫予算とかもアップしつつみたいなのを考えてるんですけど、うん、その辺ってどうですか、ねまあ、そうですねやれることまあいろんなことがあるので、うん、ちょっと一つ一つやらさせていただいてるんですけれども、うんうんまあ、確かに売り場もっと増やす、うん、もうプレイエリアを売り場にするっていうのは一つの手ではありますよね。ただまあ稼働率を上げていくっていうのも大事かなとお客さんにもっと遊んでいただくもちろん、まあ、集客がね増えるんでね、はい、たくさん喜んでもらえたらそちらの方から手をつけながら、うん、イベントとか大会以外のものも含めてがっつり強化してもっと単純にここで喜んでほしいって感じですかね。はい、まあそうです。一応なんか売り場も一見その十分にあっていろんなものが置きまくれてるんですけど、はい、実はシングルカードのショーケースがその重なってたりはするじゃないですかカードが、はい、全部もし平置きだったらそっちの方がまあお客さん見やすいし売れやすいっていうのがあったりすると思うんで、はい、その辺ですよね。なんか店長がこううまくあれこれできるところとなんか会社的に予算が大きく関わることってあるじゃないですか、はい、その後者の方で動かさなきゃいけないんだったらなんか把握しとかなきゃいけないなと思うし、うん、なんかそういうことも含めて考えて提案してほしいなっていうのはちょっと思ってて、うんうん、今はとりあえずは必要ないですかねあんまりでっかいのは。そうですね今、まあ、良くなってるんですよお客様結構来られて非常になって、まあ、先月とかなんならこのお店ができてから一番喜ばれた月モダホラ3もねやっぱそうモダホラ3も強かったんですけどそこでこの箱が生きたっていう感じですね。はい、うんうんうん、なのでまあ今のところはまだまだやれることはあるかと、まあ、地道なところもありますし先ほどおっしゃっていただいたそのまあ大なたというか改革的なところもありますし、はいろいろやれることがあるのでまずやってみようかと思いながらやってますまず今のハードのままであれこれしてみつつ検討って感じですかね、はい、じゃあそうですね、まあ、現状ですととりあえずこのままでもそのすごい伸ばしてくれそうな感じがして来てよかったのみたいな期待と安心がありましたはい、ありがとうございます。ちなみに在庫、はい、予算はどうですか。もっとあればもっとなんか売れるとか回転率そんなに落ちないのになみたいな、まあ、もっと欲しいのはそうですねもともと確か5000万だったんですよ、はい、1年以上前の話かもしれないんですけど、はいでそれが今ちょっと下がってるので、まあ、そこの遊びが少しできればこの箱で5000万なんですか今、はい、今4500万、はい、秋葉原店の予算より少ないですかもしかして。今は少ないんじゃないかなと思います。じゃあ秋葉原店の方が在庫もちょっと多いし売り上げもちょっと多いっていうようなのが続いてる感じですね。そうですね、ここ2年全く秋葉原店に勝てなかったのが実は先月勝ったんですよね。見ました、はい、見ました、はい、おめでとうございます。これはかなり大きいなと思って確かに働いてるみんな的にもね、一番活気ある場所でその、はい、秋葉原よりそもそも
あの立地は秋葉の方がいいけど、はい、こっちの方が箱的にはもう圧倒的に強いんでトーナメントセンターなんで、はい、本来は勝ち続けたいですよね、やっぱりね。そうですね、秋葉原にね、まあ、少なくとも勝負はしたいです、ね。うん、そうすると在庫は同じ以上くれよって感じですよね。そうですね、あれば上がることは間違いないとは思います、うん、まあ、それはまあ、そうですね、はい、ただ在庫がありすぎてもそれを、まあ、うまくね、はい、使う駆使できない場合はあってもしょうがないってあるけど、はい、里弘店長ならうまく駆使できますかね。まあ、やりたいですね、頑張ってみたい、うん、ところではあります。じゃあちょっとあの店長側と、はい、オーナー側から両方ちょっとアピールして、はい、なんか、はい、いくらって今ちょっと言いづらいかもしれないけど、ね、みんなのいろんな計算も社内にあると思うんで、はい、まあ、在庫をこう元気よく増やして試せるようなその方向でいきますか。それは大きな改造はいらないんで、はい、予算のやりくりの話なので、はい、じゃあ僕もね、あの現場見させてもらって店長のこともね、あの、まあ、短い時間ではあるけども頼もしい人だなってちゃんと知れたんで、ちょっと考えやすくなったので今日はありがとうございました。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで今日の動画以上です。ハレリアトーナメントセンター大阪ね、めちゃめちゃいい店舗なんで、あのマジックやってる人はもちろん、やってない人もね、ぜひ一回は来てみてほしいです。よろしくお願いします。大阪駅梅田駅から歩いて来れます。よろしくお願いします。チャンネル登録、評価、コメントもお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。